一徹先生、早速最初のレッスンお願いします。はい、みんなのセキララランジェリー事情。数々の下着を見てきた一徹先生に、女性に着てほしいランジェリーを教えてもらいたいと思います。はい、じゃあみんなセックスの時、これ聞きたいんだけど、明るい方がいい、それとも暗い方がいいっていうのを、まあ、事前にアンケートを取ったんだけども、うん、女の子にとってセックスの時の明るさって結構重要と思うんだよね、うんうん、でそのアンケートに合わせてそれぞれのシチュエーションでおすすめのランジェリーをこう僕が紹介していきますね。はい、で、まずねこちらを見ていただきたいんです、うん、あなたはどちらのシチュエーションがお好み？赤い方が明るい部屋、青い方が薄暗い部屋なんだけど、うんうん、これ見ると明るい部屋でのセックスが好きな子が 8% しかいなくて、うん、逆が 92% みたいね、うんうん、でも逆を言えば、うん、明るい部屋でするのが好きな女の子が1割弱って、まあそうだね、1000人いたら80人は好きってことだもんね、うん、そうだね、結構いるね、結構いるね、うん、ピコちゃんはどう、うん、ピコは明るい部屋でするのも好きなんだけど、やっぱり周りの子は暗いお部屋でするのが好きな子も多いみたいね。なんかやっぱ恥ずかしいみたいなね、うんうん、だからこうセックスの時はまあちょっと薄暗くした方がいいっていう女の子が多いよね、うんうん、でね、お部屋の明るさで映えるランジェリー、うん、こういうのも色も違うから男目線でつけてほしいのをこうちょっと紹介していきたいなと思います。それは嬉しいね、うん、っていうわけで早速ね、はい、まずはね、うん、明るいお部屋でのランジェリー、うん、こちら、こうかな、これ、うん、どう、綺麗、鮮やかな色だね、うん、そう、うん、これなんだけど、うん、ね、サイズ、これピコちゃんに合うと思って今回はちゃんとしたピコちゃんに合うサイズ用意したから、嬉しい、着せてもいい？お願いします。はい。じゃあ待って、手出して。うん。すごい。ん？でも、一徹先生、だんだん下着つけるの、なんか得意になってきたね。そうだね。前よりちょっと慣れてる感じする。まあ、いや、サイズ…合ってるからか。だと思うよ。そっか、うん。これはね、うん、あの、サブレンっていうランジェリーブランドなんだけど、うん、2017年から流行しているカラーでね、うん、大人の透明感を引き出すピンクの3分の4カップブラジャー。3分の4だと1超えちゃうね。ごめん、4分の3だった先生、可愛い。でね、うん、あのこの肌に馴染むんだって、このピンクが、うん、でそのピンクが素肌を逆にこうライトアップさせて引き立たせるというか、確かに、そう、血色良くなりそうだね、うん、だけじゃなくて、うん、つけ心地が優しいのに、うん、このなんていうの、シルエット、うん、がこう生えてくるから、うん、大人の方にも大人気なんだって。そうなんだ、確かになんかスタイルアップした気する。なんかこの辺はキュッとするでしょ、うんうん、なんか胸の形も良くなってない、ね、うん、ちょっと背中持っていく、あ、優しい、やってる、どうかな。でも確かにピコの顔色なんか良くなった気がする。なんかね、うん、うん、いいと思う、すごくすごい。じゃあ下も行こうかな、うん、これはここが前か、違う、前なんだね、うん、ちょっとアシストでするよ。すごい、かわいい。でもそれお尻が透けるようになってるデザインなんだね。うん、ね、うん、ピコちゃんピンク好き？ピンク好きだよ。よかった。でもあんまりこういう鮮やかな青みピンクは買ったことなかったから、うん、ちょっと冒険したくなるね。たまにはいいよね。うん、カラーも綺麗だし、ベースも繊細だから、うん、なんかいいね。うん、うん、どう？すごい食い込んでる。あ、食い込んでる？きつくない？全然大丈夫だよ。広げてくれてありがとう。うん。
あ、いいよ、思ったより。思ったよりじゃない、そう、あの、いいよ、すごい。うん、大丈夫、うん、骨がついてちゃったね。違う、いい、いい。どう、こう、つけてみて、ピコちゃんは。なんか、うん、でも、自分でも我ながら意外と似合うなって思ったし、うんうん、レースが繊細だし、うん、なんかこうデザインが凝ってるから、うん、自分の体じゃなくて、うん、ランジェリー見てって言いつつ、うん、こうエッチな雰囲気にできそうだからなんかいいね。ね、うん、いいと思う、すごい。だからこれ、うんうん、ピコちゃん、うん、お尻も見せてあげなよ。すごい透けてるから恥ずかしいけど。大丈夫よ、ほら。え、すごい、すごいセクシー。セクシー、うん、だって全部透けてるもん。すごいセクシー。尻尾も入っちゃう。いいよ、ね、でもなんかこれちょっと前は透けてないけど後ろが透けてるのだったら、うん、ハードルが低くて着やすいかもね。またね、後ろ見た瞬間ドキッとするしね。伊哲先生もドキッとしてくれた？うん、したした。うん、嬉しい。うん、じゃあ次、暗い部屋でのセックスに入るランジェリー行こうかね。で、この番組で見てるこの 92% が暗い派だから、うん、あのこちら、そのこれが入るっていうかね、色自体はね黒なんだけど、うん、前回もこうあったけど、何？フロントホックだったのが今度は、うん、あの後ろのホック、うん、なんていうの、普通のホック、うん、でデザインがほら、わかる？なんだろう、あ、なんか紐がついてる。そうそう、すごいなんかデザイン性があるというかね、うん、こっちもほら、わー、スケスケ、うん、後ろもね、こんなになってて、うん、いいでしょ。いい。じゃあこれもつけてみる？いいの？じゃあこれ脱がせないとね。じゃあ外すよ。うん、外して。でもこういう風にゆっくり下着脱がしてくれる方がなんか嬉しいね。うん、あ、本当？うん。そうだよね。ガツガツ来るのもいいけど、うん、こうやってゆったりするのもいいよね。うん、いい。うん、次はね、うん、その薄暗い部屋で入るランジェリー、うん、これすごい、うん、これつけていくね。ピコに似合うかな。あの、きっと似合うと思うな。これはね、あのオブセッシブっていうセクシーランジェリーブランドのもので、うん、なんだろう、控えめだけど、うん、甘さとセクシーさを兼ね備えた、うん、黒レースがなんかこう大人の遊び心、うん、そういったのをかきたてるんだって。へー、うん、よいしょ。でつけるね。きつくない？大丈夫、うん、よし。あれあれ、ピコ、意外と細身なのかも。でも、すごい個性的だと思うよ。うん、うん、下も履いてみようか。それが、これがこうだ。たまに間違えることないかな、そのね、うん、ない。でも、たまにあまりにも細すぎる下着だとどっちが前なんだろうって迷うとき、あるかも。でもこっちも似合うね。うん、もう耳と合って、そうね、うん、じゃあちょっと暗くしてみよっか。うん、部屋が暗くてもこのカラーだったらわかるし、形がセクシーだけど暗いからなんかいいかなって思って大胆になれちゃうかも。お尻見せて。暗いから
あんまり見えないもんね。いいよ。すごい食い込んでる。あ、引っ張らない。すごい紐だらけ。すごいね。すごくいいよ。本当？うん。薄暗いところに黒いランジェリーって、うん、なんかコントラストはっきりしていいね。なんかシルエットも、うん、うん、すごくいいと思う。なんかこう、いつもと違う下着をつけると、うん、マンネリカップルも、うん、なんか新鮮な気持ち、うん、楽しめるから、うん、ぜひ楽しんでみてください。